今回は番外編ということで最近話題の AI さんに朝ドラの魅力について語っていただきましたそれではどうぞ NHK の朝ドラは日本の家族ドラマの代表的な番組であり日本国内はもちろん海外でも人気がありますその魅力は多岐にわたりますが以下にいくつかのポイントを挙げてみます 家族を中心としたストーリーリ朝ドラは家族を中心にしたストーリーが多く視聴者は家族の絆や愛情に感動することができますまた家族の悩みや問題それぞれの人物の成長などリアルなドラマを通して自分自身の家族や人生について考えさせられることもあります歴史や文化に触れる機会 朝ドラは時代背景を背景にしたストーリーも多く時代の移り変わりや日本の歴史や文化に触れることができます特に過去の時代を描いた作品では当時の生活や風習価値観などを知ることができ歴史に対する理解が深まります演出や音楽の美しさ朝ドラは 美しい映像や音楽も特徴の一つです季節感や風景料理など日本の美しい風物を描写したり主題歌や劇中音楽なども印象的で視聴者を引き込む力があります多様な俳優陣朝ドラは有名な俳優だけでなく新人や地方の俳優も多数出演していますそのため 新しい俳優の発掘や才能の発掘の場としても注目されています。以上のように NHK の朝ドラは家族を中心とした感動的なストーリー歴史や文化に触れる機会美しい演出や音楽多様な俳優陣など多くの魅力を持っています第95話のあらすじです。 めぐみさんは舞の顔色が悪いことに気づき何でも相談するようにというが舞は大丈夫と言って家を出る一方出らしねでは龍宝城が秋月文子からまだ貴司が新しい短歌を一首も読めていないことを聞き驚き貴司には恋の歌を読んでほしいという